相鉄8000系8711編成が営業運転に復帰しました。相模鉄道は、今日21日、8000系8711編成を営業運転に復帰しました。相鉄8000系は、老朽化した6000系を置き換えるため、21世紀になっても通用する車両をコンセプトに開発された車両です。1990年から1999年にかけ、13編成130両が製造されています。2020年からは、リニューアル工事も始まりました。今日21日に営業運転に復帰したのは、8711編成です。この編成は、改造工事のため、5月上旬より柏台車両センターに入場していました。サービス向上のため、自動放送化、表示器改良工事が行われました。表示器は、3色 LED から、フルカラー LED のものに交換されています。なお、塗装の横浜ネイビーブルー化や内装のリニューアルは行われていません。また、この工事と同時に、先頭車全焼等移設工事も行われています。1990年登場時の顔を残すのは、相鉄グループカラーである、8712編成と、旧塗装にリバイバルされた、8713編成の10両編成2本を残すのみとなりました。8000系原型顔は、間もなく見納めとなります。8711編成は、8000系4編成目のリニューアル車となり、今日21日より営業運転に復帰しました。これで6月21日の KAB ニュースを終わります。